ても悔しいです。自分自身強くなれるかな。走り方が180度違う。すごいアグレッシブというか、日本でやったらおいダメだろうみたいな、レベルも関しても違いすぎて、僕らがこれから強くなっていくっていう糧にはなると思う。アジアロードレース選手権第3戦日本ラウンドが宮城県スポーツランド須郷で開催された。今シーズンは SDG から AP250 クラスの石井千尋がフルエントリー。また今回の日本ラウンドにはワイルドカードで千田俊樹が参戦した。アジア選手権にフル参戦中の石井、今回は走り慣れた須郷で自分の状態をしっかり理解でき自己ベストを更新。1分42秒444までタイムを詰め15番手につけた。走り慣れた須郷ってことで、だいぶ違いますね。はい、自分自身の心の落ち着きもありますし、やっぱり海外のコースになるとコースを覚えるところからスタートになるので、その分時間もかかってしまうんですけど、ホームグラウンドはすごくその分落ち着いて走れてるかなとは思います。自分が望んでいたタイムには届かなかったんですけど、バイクも自分自身も少しずつですがペースアップできているので、明日の予選でしっかりまとめられるようにしたいと思います。すごいアグレッシブというか、海外の人たちが日本でやったらおいダメだろうみたいな、叩かれるぐらいな感じのライディングだったり抜き方だったりとかっていうのがやっぱあるので、自分自身強くなれるかなみたいな。そのタイヤも今までスリックって今年になって初めて履いて、こんなにいいタイヤなんだ。それがやっぱり今まではもう焦り焦りで、タイヤのことなんてもう気にしていられないぐらいなんですけど、今日こうやって慣れてるとこ走ってみると、まだまだやっぱり AP の乗り方が抜けない、そういうのが分かったので、後半戦もすごく楽しみだなっていうのはあります。石井の方も調子は悪くないで、バイクの方はもう何も触ることがなくて、足回り もう全部出ていて、あとはもうライダー次第。とにかく海外のレースっていうのは経験がなかったんで、タイヤもスリックが初めて、グリップしてからこう滑り出す感覚っていうのが、全然つかめてなかったんです。だからオートバイのセットアップが悪くてうまくいかないのか、何なのかが全然分かんなくて、ただここすぐに来て間違っていた部分と、正しかった部分と、そこが分かっただけでもだいぶ、あとは僕の方がだいぶこの AP250 っていうレースの、他のチームのやり方だったりマシンの作り方っていうのがだいぶ理解できてきたんで、チームも250で AP 走らせるってことがなかったんで、まるっきりデータもない状態だったんで、ただそれも僕らがこれから強くなっていくっていう糧にはなると思います。そこは自信が今回の数分で少し回復したかな。1.1kmもね、自分のベストを1秒半ぐらい縮めて、ずっと雰囲気も良くなってきてるんで、さらに明日の予選に向けてですね、セットを詰めて、今問題点もいろいろ分かってきたので、そこら辺を詰めてですね、さらに詰めタイムをですね詰めていければというふうに思ってます。ワイルドカードで参戦の千田もほぼ JP250 仕様のマシンながら、こちらも自己ベストを大きく更新し1分40秒976で10番手。土曜日はさらなるタイムアップを狙っている。最初のアジア走ってみてレベルとかどうですか？そうですね、レベルで言ったらトップ8ぐらいじゃないですか、レベル高いのは。またマシンがいいなっていう感じですね。だから JP のトップ連中となんかそんな変わんないですね。
っぱスリックタイヤと市販タイヤで全然びっくりするぐらい違くて、そこに今 JPCO のマシンで参戦してるんですけど、マシンが対応しきれてくれない感じで、ただ全日本の時から今日だけで1秒ぐらい上がっタイムは上がってるんで、まあ、そこからもう1秒どこで詰めるか、ただまだ他のバイクと一緒にあんまり走れてないので、ちょっと今日一緒に走ってどれぐらい差ができるのかとか見てみたかったんですけど、まだそこら辺が分かってないんで、明日予選できればまあスリップスリム使ってうまくタイム出したいなとか思ってます。まあまあ思ったよりはまあだいぶいいと思います。まあちょっと時間がカツカツでなかなか AP250 の仕様ではないんですね。まあ JP ほぼほぼもう JP250 に近い仕様で来てるんで、まあバイク的には厳しいところもあるんですけど、まあその分まあライダーの頑張りっていうかセンスの良さみたいなのは感じます。まあ今ちょっとサスペンションのスプリングのレートがまあ間に合わなくて、今まあこう急遽間に合わせていただいて、まあこれから今一度セットアップするんですけど、今回250にワイルドカードで千田俊樹が出てるんですけど、まあ彼も自己ベストをどんどん縮めてきていてですね、まあ最後の FP3 でもズームいいところまで上がって、でまたそこでタイムが上がってくるとまた問題点が出てくるんで、その問題点というのが明確になったので、特にねサスペンション周りの、モディファイをして明日もうちょっと上に行けて、まあできれば片手以内5番以内ぐらいに飛び込めればなっていうふうに、もちろんその可能性があると思うので彼にも頑張ってほしいなっていうふうに思ってます。翌土曜日、曇りのち晴れのち雨という目まぐるしく変わる天気のもと、公式予選とレースワンが行われた。午前9時過ぎから行われた AP250 の予選は完全なドライコンディションに恵まれ、石井、千田ともに自己ベストを更新。千田は1分40秒284で予選11番手、石井は1分41秒890で予選17番手で、それぞれ決勝レース1に臨む。予選まで持っていた天候が AP250 クラスレース1を前に雲行きが怪しくなってきた。しかし時折雨がぱらついたものの、全体としては曇り、路面はドライというコンディションで決勝レースは行われた。千田は予選11番手、石井は17番手から上位を目指す。午後2時過ぎ、AP250 決勝レース1がスタート。千田は10番手、石井は17番手で1コーナーを抜けていく。オープニングラップの最終コーナーも順位は変わらず、千田は10番手、石井は17番手で、スゴー名物高低差73メートルの上り勾配を駆け上がっている。千田はトップ集団につけ検討していたが、2周目の SP コーナーでオーバーランがあり遅れると、その後は9番手争いを繰り広げる。石井も千田の後方15番手争いの集団で抜きつ抜かれつのバトルを終始展開していく。千田はゼッケン89番のインドネシアの選手と激しいバトルを展開。最後にかわされて10位でチェッカーとなったが、マシンはいい方向にセットが進んでおり、明日のレース2は期待できそうだ。一方、
石井は16位でチェッカー。ポイント獲得圏内となる15位とはわずか0秒19差。惜しくもポイント獲得には至らなかった。でレース1はもっと前に行けたんじゃないかなっていうのはあるんですけど、まあ、バトルにも負けてしまって最後はまあ抜かれてしまって終わってしまいました。でバイクもやっぱりペースが上がったことによって予選でもちょっとセッティングが変わってしまったんですけど、それがいい方向に進んだので、まあ、明日はもっと前で行けてバトルにちゃんと勝てるように強くなりたいと思います。今日の予選では昨日の練習走行からガラリとファイナルもリアサスのバネもいろいろ全部変えてみて、だいぶいい方向にやっと予選でなってきて、そのおかげでベストタイムもだいぶ更新できて、予選は11番グリッドでした。レース自体も最初2周目の途中までついていってたんですけど、2周目の SP アウトで思い切りコースアウトしちゃって、それで2台抜かれて前ともちょっと差ができちゃって、で抜かれた1台のヤマハが詰まっちゃって、で直線には抜かれてコーナー詰まってで、それで離されちゃって、でもタイム的には予選のベストタイムで近くでは、まあ、単独でも走れるなっていうのはつかめてますし、レース2に向けてサスもレース1から合わせていくので、できればそうですね、6位目指して、表彰台はかなりギャップがあるかなと思うので、トップ多分3台ぐらい抜け出すと思うんで、その次の集団ではしっかり戦えるようにまずは進めていきたいです。各々自己ベストを更新しながら行ったんですけども、やっぱりあのレースとなるとさらにそのパーマネントのライダーがね、あのパフォーマンスを発揮して、で我々の2人は、まあ、頑張ってはいたんですけど、もう少しあの上がってもいいなというふうには思っているので、特にあの千田君に関してはね、あの持ちタイムももっともっと上がる要素もあるので、明日はもうちょっと頑張ってほしいし、そうだな、千田君には、まあ、シングルフィニッシュ、石井さんにはやっぱり10位以内のところを目指してほしいなというふうに思っています。昨日とは打って変わって朝から青空が広がる梅雨の中休みの日曜、アジアロードレース選手権第3戦日本ラウンドレース2が行われた。太陽が出ると一気に蒸し暑くなる中、午後2時過ぎから AP250 の決勝が行われた。2時10分、 AP250 決勝レース2が始まった。千田は好スタートを切り8番手で2コーナーを通過、トップグループに加わっていく。この後も千田はコンスタントに1分39秒台というハイペースで周回していき、8周目にはコースレコードとなる1分38秒803をマーク。もちろんこのレースのファステストラップを記録した。しかしマシン差のある中、ギリギリの走行を続けたこともあり、10周目のレインボーコーナーでクラッシュ、悔しいリタイアとなってしまった。石井千尋は三つどもえのバトルを展開。一時は2台に離されるが、再び追いつくと8周目に1台が転倒、最終的に12位でチェッカーフラッグを受け、開幕戦以来となる嬉しいポイントを獲得した。
レース2いかがでした？レース2も、まあ、バトルになったんですけど、まあ、当たり負けじゃないですけどしてしまって、ちょっとまあ前のライダーと離されてしまうことになったんですけど、なんとかポイントは取れたので良かったかなと思います。まあ、急に路面温度も上がったっていうのもあって、前後ともずるずる滑るっていうところで、なんかうまくペースを上げられなかったなっていうのはあります。日本でこうレース慣れてるところでレースして、自分の弱いところっていうのがすごく見つかったので、まあ次戦に生かしていきたいなと思います。じゃあなんか自分でも始まる前はもっといけるかなとか、もうちょっと前ではなみたいなのあったんですけど、そんな甘くないですね。S2 はトップグループについていけて、はい、ファーストも記録して、はい、速さは見せましたね。そうですね、まあ、ただ転倒リタイアということで結果は残せなかったので、いや、とても悔しいです。でもすごいいい経験になったんですか？そうですね、もうトップグループアジアのトップと走れて、いろいろ技も盗めましたし、結構気づきもあって、でもう今回のウィークはもう他のライバルチームに、まあ、物を借りたりして、まあ、レース1はダメだったんですけど、レース2に向けてなんとかっていう気持ちでやってて、まあ、セッションごとにもうマシンはすごい良くなっていって、ただ今回想定外だったのが MFJ カップの仕様とアジア選手権の仕様、まあ、レベルも関しても違いすぎて、だからすごい肌で感じました。まあ、仕様の違いもあって、まあ、今回は結構厳しいチャレンジになったんですけれども、まあ、トップタイムは刻めましたし、まあ、コーナーの速さを見せられたんじゃないかなと思います。じゃあこの経験を後半戦に生かしていきたいと思います。そうですね、またタイヤがスリックから変わるんで、そこは少し難しいところは結構あるんですけども、マシンに与える動作、タイヤの使い方、マシンに与える挙動が全然違くて、アルファ30だと自分とかがこうグッと与えるとなくなっちゃうんですよね。でこっちはスリックなんで剛性がもう非常に高いんで、与えた分返ってくるんですよ、グリップ とか旋回性に対して。逆に与えないでダラーッと走ってるとスリックが曲がんないですし、走り方が180度違う。まあ、しっかりこの経験を生かせるように、また後半戦のオートポリスまでは期間が空くので、しっかりトレーニングして臨みたいと思います。石井千尋はね、目標の、トップ10っていうところで、まあ、惜しくもちょっと届かなかったんだけど、まあ、精一杯頑張った結果なんで、現状ここら辺が今実力なのかなということで、今後の部分はね、まあ、考え直してまた足りない部分を詰めていけばいいと思います。で、まあ、ワイルドカードで走った先田なんですけど、最後にねセッティングがある程度出てきて、レース中ファーストテストを記録してね、いいペースでトップグループについていけたんで、期待を持ってた矢先にやっぱりちょっとまあ厳しかったかな、持ちタイムが遅かったんでセットが、ね、出し切れてなかったっていう部分が転倒の原因だったなというふうに思います。まあ、今後また期待できる、レース内容だったんじゃないかなというふうに思いますね。